かつて世間の注目を集めた有名人に、あの時何を思っていたかを語ってもらうインタビュー連載。当事者だから見えた景色、聞こえた声、そして当時は言えなかった本音とは。第28回は、73年にコーヒーショップでデビュー。日本レコード大賞新人賞を受賞するなど、一躍スターの仲間入りを果たした阿部静江、69。婚約会見直後にお相手の男性に女性トラブルが発覚するなど、世間を騒がせた事件の真相とは、73年、コーヒーショップで歌手デビューすると、たちまち人気歌手になった阿部静江、69。ラジオ三重や東海ラジオの専属ミュージシャンだった父親と、専属歌手だった母親という音楽一家で育った縁で、幼い時から少女歌手としてステージに立つ。小学生になってからは、58年に誕生した東海テレビで子役としての活動もスタートさせる。中学に入ると、子役としては少し大人っぽすぎるのでは？と感じるようになり、芸能活動を一度休止することに。そして愛知の短大と同時に TTC、テレビタレントセンターに入学。TTC を卒業した短大2年の時に、FM 愛知と東海ラジオの新番組を担当。ラジオ DJ として芸能活動を再開させる、4年生の大学に行きたかったのですが、父親に反対されて。短大と TTC のダブルスクール生活を楽しみました。中でも東海ラジオの番組は好評を博す。また当時の制作部長が父親のミュージシャン仲間で、少女歌手時代を知っていたこともあり、歌手デビューの話が持ち上がる。デビューすると、正統派美人歌手として人気を集め、第15回日本レコード大賞新人賞を受賞するなどブレイク。しかし2枚目のシングル、水色の手紙を発売する際には、こんな事件が、透明感のあるルックスと歌声がマッチしたこともあり、自身の代表曲に。それでもこの曲が好きになれずに、歌うことを封印していた時期も、しかし、あることがきっかけで再び歌うことを決意する。高校時代は弁論部の部長を務めていたこともあり、デビュー当時から自分の信念は曲げなかったと振り返る。歌手デビューの翌年には女優業も開始。映画、トラック野郎、爆走一番星やドラマ、青春ど真中、日本テレビ系など、多くの人気作品にマドンナ役で出演する。劇中ではみんなが憧れるマドンナ役を演じていたものの、私生活では男性運に恵まれなかったようで、デビュー後、初ロマンスを週刊誌にキャッチされたギタリストの男性とは交際会見まで行ったものの、それが原因で騒動に発展、その後にデートが報じられた司会の男性とは、報道がきっかけで本格交際に至らなかったという。現在の楽しみは、9年に工藤官九郎が手掛けたバラエティ番組、阿部一座旗揚げ公演阿部上がりの夜空に、NHK 武士で結成された阿部会メンバーで集まること。このインタビューがデビュー49年目最初の仕事だという阿部。長い芸能生活を笑顔でこう振り返った。以前所属していた事務所スタッフがデビュー記念日にメッセージをくれたり、励まし合っていける仲間がいるのが私の財産。まずは元気に活動し続けて、50周年記念ライブを地元の松阪で開催するのが目下の目標ですね。